フランスプレゼンツ岡田桜井のチャーハンが食べたい、よいしょこんばんは。ということで毎週月曜日夜10時半からは岡田桜井のチャーハンが食べたいでございます。ということでね、5周年に突入しまして、2週目の放送ですね、先週はまあ美福さんに来ていただきましたけど、今週もスペシャルゲストということで、あのジーパンパンダの星野さんに来ていただくわけですけど、これはまあ CM なんですけどね、今週何かありました？今週なんか、今週花粉すごくない？花粉そうか、あんまり俺はめちゃくちゃ目かゆいし鼻水すごいし、俺はもう過ぎたのよ、飲んでないから薬、だからこの、わかる、喉が、うん、喉ってどうやってかく？何喉ってどうやってかいてる？いやだからもう、うんやんな、するしかないやん。うん。こう、舌をさ、うん。こう。ああ、わかるわかる、うんうんうん。でもそれでも届かへん。そうやね、届かへんねん、これ。だから、まあ、げることじゃみんな舌、こう、喉ってどう書いてんのかな。書いてないんでしょうね、だから。書いてないのか。うん。今、いけるとこまで行ってみたら。いやいや。違う、マジでマジで。え、違う、指で。で、これで書けたら、もうお前クリアやん。じゃあ、おえってなるやん。じゃあ、ならへんぐらいの、そう、ギリギリのとこちょっと行ってみ。かゆいとこ。ギリギリまで。そらそうなるよ、そらそうなるよ、あとこれ絶対臭いしそうやね、これ臭いねんな、これちょっとやましたやましたちょっとやましたごめんごめん、じゃそれはそれはちょっと ほんまにこすった方が臭いっていうもんこすった方が臭いじゃあお前ひら臭なるやん、ひらちょごめんごめん、あー嫌な感じはいはいはい、あの瞬発的なやつじゃない、あー嫌な感じ、嫌な感じすぐ洗い、ちょっと星野さんもいいっすかちょっと星野さんごめんなさい、こっからこっからまだこんなまだ面白い、まだ紹介してないちょっと一瞬ちょっとなんかこっちの方がいい、平の方がいい、あー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 じゃあ何やねん、喉が痒いのは分かるけど、喉が痒いっていうよ、今週やったらだから俺の花粉と違うんやろな、多分、あ、ほんま、俺多分杉なの、はいはいはい、もう多分終わってる、落ち着いたから、え、何今、いや、どうす、桜じゃない、かっこいいいや、知らんけどこのシーズンは桜じゃない、散っていく桜で、うん、痒いんや、うん、じゃあ受け入れよう受け入れるか、かっこいいわ、前だから4月お前だけ、うん、みんな綺麗やな言うてた、お前だけ喉痒いなちょっと嫌やろ。いいよ。さあ、ということでね、改めまして、はい、本日のゲストでございます、渡辺エンターテインメントより、はい、ジーパンパンダの星野さんでーす。はじめまして、よろしくお願いします。ということでね、本来はですよ、はい、本来は、3月にですね、そうね、ジーパンパンダのお二人来ていただいて、うん、で、星野さんが、公認会計士の資格を持ってらっしゃるので、はいはい、確定申告のシーズンが全部終わってから、うん、今年の確定申告、うん、お前らそれ間違ってるよって言ってもらうためにブッキングしてたんですよ。で、ちょっと出ていただこうかな、いや今言われても遅いわみたいな、間に合わへんわみたいなことしようと思ってたんですけど、まあまあスケジュールがお忙しいんで、ね、うん、あれよあれよという間に今日ということで、しかもちょっと一平さんがまたご都合で ね出れないということで、はい、星野さんお一人で来ていただいたんですけれども、はい、ね、あんまりこう星野さんと、うん、それこそ2人とか、うんうん、でこう喋った記憶がなくてですね、確かに、いやないね、大学時代からのね、うん、付き合いじゃないですか、もう5、6年知ってるけど、そうそうそう、ない、もうただその僕の勝手な、うん、勝手な印象なんですけど、ジーパンパンダ、はい、あとフランスピアノ中川、はいはい、まあ、だ要は僕らの1個上の世代ですよ、うんうん、うわ、なんかこいつと喋ってるイメージあるんですよ、あ、そう、なんとなくですけど、あ、でも、俺もなんとなくやけど、うん、なんか星野さんとか、うん、なんかその中川さんとか、うん、なんかお前のことあんま好きじゃなくて、イメージは違いますよね、星野さん。いや、否定してるんですよ。いやーじゃないか。どういうことどういうこと、なんか、馬合わなそうな。そう、はいはい、馬ガチャガチャにする、その前。なんだね、あのねみたいな、そのなんかねっていう時のボリュームみたいなのがあー、うるさいみたいなみたいな時はまあまああるから、まあ、でもその相方一平さんと、うん、そのどっちかっていうと人間似たようなとこあるじゃないですか、うん、でそういう意味では全然その付き合えるってことでしょ、いやでも2人目はちょっと違う、そういうことか、満足やと1人でいいのか
一人でいいから。なるほどね。好きだけどね、本当に、はいはい、いや、だからどっちかっていうと、なんか岡と楽屋とかでも喋ってるかなみたいなイメージある。そうかもしんない、どっちかといえば。でもそこまでも、まあ、そう、僕そうっすね、うん、いや、だからそのなんかそれこそ公認会計士でみたいな感じで今ちょこちょこテレビとかライブとか出たりするじゃないですか、はい、で漫才もがっつりそれじゃないですか。そうだね。しかしもっとなんかね、パーソナルな部分を知りたくて、うん、それこそだって出会ってからなんかもう何年ですか、5年6年ぐらい、下手したら6年ぐらい経ってますよね。そうだね。だからちょっと今日はもう公認会計士なしです。その自分のフィールドじゃないですか、公認会計士は。やばい。そのなしで、ちょっと普段何してるかとか、うん、普段の趣味はとか、あ、なんかそんなん聞きたいなっていう、うんうんうん、いや自分聞きたいですね、それは。そうやな。しかもだから一平さんがいい品っていうのが、はい、ますますそういう、なんか星野さんそういうとこ聞きたいなっていう。一平さんいたら一平さんいじりになってる。そういう話とかするもんね。そうそうそう。うん、なんか一平さんをいかに泣かそうみたいな。ああ、そうだね。どちらかというとすごいよく泣くんですよ。そう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 。説明不足ですよ。ライブ中すぐ泣くみたいなところもあるっていうので、まぁ、ちょっと星野さんのそういう部分を聞きたいなということもありつつ、はい、まあ、とりあえずはだから毎週やってる、まずこちらでございますね。よだれワード。はいよ、山下進路決まる、桜井暇してる、岡田ずっと暇ジーパン、星野名古屋楽しむ。はい、ということで、まあ、これラインナップ見ていただいて分かる通りね、今週ね、世の中何にもなかったんですよ。先週いっぱいあったけどな。いっぱいあって言語変わったりとかね、あったんですけどね。まあ、まず山下が進路決まるということで。はい、そうです。はい、4月6日土曜日に、うん、NSC の面接にも行って。吉本の養成所。はい。で、もう入りますよってことで、もう今日入学希望届。あら、じゃあもう NSC 入学も決定。そう、あ、いいですね。はい。で、なんか、ちょっと楽屋で岡田と喋ってて、はい、なんか、ね。そうなんですよ。進路に断られて。振られてね。はい、うん、いけないことになったんですけど、うん、俺がフリーになったと知った後輩が、うん、急に電話かけてきて、山下さん、組んでくれますか、はい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 、との電話で、うん、そいつもともとタイタン行こうと思って、タイタンの、タイタン、はい、うん、養成所のお金入学金払ってたんですけど、うん、いや、でも山下さん NSC なら俺自分行きます。すごい。で、かわい、なんかちょっと申し訳ないけども、うん、ちょっと、じゃあ、一緒に頑張ろうってことで、その後輩の青木くんというと、うん、行くことになりました。あ、じゃあ青木くんはタイタンの入学金も払ったけども、行かずに。行かずに。NSC の入学金払って、NSC に行くと。来てくれ。ああ、すごいっすね。よかったね、マジで。よかったよ。本当に安心した、本当よかった。で、その、青木くん、俺らはよく知らんねんけどさ、はい、その、どう、その、進藤と比べてどうなの、青木くんは。やったことはないんでしょ、正直、二人で。そうですね、ないです、ね。ないですけど、進藤よりは、真面目にはできそうです。ああ、なるほど、ね。でも、すごくないですか、その、だって高校の同級生でしょ、うん、いや、そう、俺らはそう。で、僕らもそうなんですよ。そうだね。まだ一回もネタやったことないやつと、うん、行くことが決定したらすごくない？いや、怖くないの？いや、怖いですけど、結局、養成所入ってから、うん、知らねえやつとネタやんなきゃいけないわけじゃないですか。あ、どうせね。じゃあ、まあ、変わらない。そういうことなんや。なんなら知ってても、やっぱり面白いと思う。え、じゃあ、一回、ちょっと連れてきてよ。いや、ほんまやわ。確かに。あ、そうです。連れといて、それは来週。来週。うん。まあ、来週。何やほうがいいですか？できたら、はい、うん、来週、じゃあ、これ。そう、もし来れたらね。はい、いや、いいじゃないか。そうそうそう、じゃあとりあえず山下進路決まるということでね。はい、ありがとうございます。え、ジーパンさんって、うん、大学卒業してすぐ行ってないですよね、渡辺。そうだね、なんかやってましたよね、うん、就職っていうのも、その、まあ、僕がまず会計士の試験は受かってたんですけど、学生時代ですよね。そうなんですよ、うんうん、学生時代に受かってて、はい、で、会計士ってでも、資格を名乗るためには、うん、実務経験積まなきゃいけないんですよ。あー、なるほどなるほど。それがで、はい、ちょっと何年か働かなきゃいけないことで、はい、大学4年の時も働いてたし、はい、で、社会人1年やろうみたいな、はいはい、2年間働かなきゃいけないってなって、はい、その間に一平は本当は辞める予定だったんで、あー、もう、はいはいはい、お笑いなしで普通に就職してたんだけど、はい、まあ結果的にはもう一回やろうみたいな話になって、あ、じゃあちょうどいいみたいな。え、じゃあもし、その相方一平さんが、うん、いや、やっぱり俺、お笑いやらへんわってなってたら、うん、公認会計士2年終わった段階で、うん、さあ、相方っていうことになってたってこと？あ、そう、てかまあ、実はいた。もう、その時。そうなんや。そう。はいはいはい、はい。そうそう。もうこいつとやろうかな、みたいな。やろうみたいな人もいたんだけど、うん、ちょっと、そっちにごめんなさいってなって、はい。じゃあ一平と行きます。すごいな。すごいなったんですよ。その何がいいんすか、一平さんの。何がいいんだろうね、よくないんだろうね。そうで、今日こっち断ってさ、うん、それでも戻るっていうのは結構魅力があったからでしょ。まあ、それ言われちゃうと揺らいじゃうから。
そうでもないみたいになってくるけど。難しいな。あ、そっかそっか。だから大事なね、決断。だからその芸歴で言うと、実はジーパンさんって、いや、そうなの。下になりますもんね。そうなの。本当スタンスが難しくて。うん。確かに。たまに敬語使ってきますよね。そうそうそう。絶対おかしいんですよ。だって今日のこの出てもらうのも LINE ずっとやりとりしてたけど、もう、8敬語や。そう。8敬語2スタンプ。フォークボールぐらいで。スタッフ、そうっすよね。すごいよ。だから、渡辺に入ってか、まあ、だいぶプロですよね。はい。は、この4月で何年目になるんですか？こっから3年目なんで。今3年目に突入したんですね。突入したところ。で、俺らが4年目なんで。そう。完全に、ね。芸歴で言うと1年。そうなんですよ。上になっちゃうけども。うん。これが難しくてね、結構俺ら。だからそのお笑いスタートした年代で言うとまたずれてくるでしょ。いや、そうすると、まあちょっとずれてきて、初めて舞台に立ったとこから数え始めると、もうあの、12年目。12年同期でした、12年目って。だから、ラブレターズさんとか、ほぼ同期ぐらいの。すごい上感じです。ああ、そうですよね。まあまあ、第一問とお世話みたいなね。ちょっとまあ、そうさせてもらって。うん、あとまだ、学生時代がありますからね。そう、名残でね、ちょっと。そうそうそう。だからまあ、使っちゃって。フランスピアノもややこしいでしょ。そう、ややこしい。そうそうそう。だまあ、一応後輩ということに。同い年ですもんね、だって。まあね、あ、年齢もね、浪人してるから。そう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 。そうそうそう。だそっか、だから、一平さん僕、ためなんや。そうだよ。え、どう？そうですよね。いや、なんかだから、はい、それこそジーパンさんがプロになられました。はいはい、で、久しぶりにライブを歌うんですよ、多分。時に、星野さんは、要は俺らが一個上やから、芸歴で言うと。うん、最初の最初ですよ。最初ね。だから、お久しぶりです。って言ってきはった。あ、そうそう。いやいや、ちょっとやめましょうよって言って。やっちゃうのよ。いや、まあでも一応先輩なんで、みたいな。いやいや、ちょっとやめましょう、やめましょう。で、星野さんの感じもわかる。の、後ろから一平さんが、おう、桜井変わらへんな、この人は、と思って。うん、なんかね、キャラがね。そうだね。うん。こっちもどっちかっていうと、星野さん。確かに、そうなんですよ。まず敬語から。まず。うん。で、はい。桜井、暇してる。そうそうそう。で、まあまあ、だから、岡田。ずっと暇してるみたいなことになってる。なんか暇なんすよ。いや、それ逆に今まで暇じゃなかったってこと？なんか遊んでたよね、だからね。いや、だから今日とか、だからそれこそ11時にこれ終わるでしょ。はい。で、明日2時からバイトなんですよ。14時から。おお。っていうことは、15時間暇なんですよ。寝ろよ。ほんとそうよ。寝ろよ。寝てもいいけど、寝なくてもいいじゃないね。引き算、そんな。シンプルな引き算。そんな CM 後ちょっとね、そんな話をね。さあ、ということで、はい、いや、だからなんか最近暇でね、という話を、まあ、楽屋してたら、まあ、岡田が、まあ、それで言ったら俺はずっと暇やと、いう話になってね。だそれこそ今週ですよね。まあ、そこにも書いてましたけど、名古屋。名古屋、名古屋行きました。そんなんすっごい羨ましいわあ。なんかそういうイベントごとみたいな。そうそうそう。だから、そもそもライブが少ないしなっていうね、まずは確かに。うん。出ないのそう、普通に。ライブもっと出ようみたいな感じではないの。いやか、今月ってなって。このバイトが増えるわけでもなく、そう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 。こんな空いてるってなって。あれ？と思って。うん。正直だからもっとライブ入れときゃよかったなっていうぐらい、そうなってて。で、なんか、教えてください、1週間、今週。何しました？今週？名古屋いつすか、それこそ。名古屋は、金曜日です。金曜日。営業っすよね。これ、まあ、ね、渡辺のその、ライブなんで、はい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 。そんな出張ゲストみたいな感じで。渡辺にもあるから、事務所が。そうだ。そうなの。はいはいはい。それ行かせてもらって、あ、それ楽しいよね、新幹線。いや、そりゃそうですよ。みんなで行ってね。そうそうそう。で、ライブ出て。ライブ出て。しかも盛り上がり方普通じゃないですね。東京のライブだと、出囃子になって、また、ダンダンダダンダダラダダンダダダンって、まあ、待ってて、どうも、小倉桜井ですって出てきたところで、まあそうですよね。もう、名古屋はもう、ダーンダーンダーンの出囃子の時点で、おいおいえぇすげぇ楽しそう。いいなぁ。出てきたら、わぁあ、もう最高。わかる桜井めちゃくちゃいい。えぇで、ネタもまあウケるし。ネタもやりやすい。最高。え、で、そのまあ名古屋行って、ライブして、まあ大盛り上がり。まあまあ大打ち上げですよね、その後。もうみんなで飲んで、食べて。まあまあ、その日はね、俺らはその終電でちょっと帰らなきゃいけないって言って。なるほど。そう。夜もう、
新幹線東京来ちゃったんだけど、ああでもその名残惜しい感じもいいよね、うん、確かに、あ、はいはいはい、名残惜しいことないですからね、そうそうそう、うん、いや、いいなぁ。それが金曜日でしょ？金曜日。で、あと何しました？月曜日から。月曜日、まあ、1日は、はい、まあ、事務所のネタ見せ行って、はい、で、まあ、その後、ちょっと、まあ、打ち合わせ的なことがあって、はい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 、で、2日は、がライブ2本あって、はい、で、まあ、3日に、ちょっとね、確定申告の残りの仕事を。ああ、はいはいはい、なるほどね。うん、で、4日に、ライブ2本あって、はい、また。ライブ2本あるの？そう。そう。で、5日に名古屋行って、はい、で、6日が、あれ6日土曜日かな、おとつい、うん、うん。土曜日は、ね、図書館にいましたね。土曜日は図書館。違う、その、1日じゃないでしょ、だって。図書館は。行ったりして、図書館行ってみたり、はいはいはい、うん、図書館じゃないなってなってみたり。え、その図書館で何してんすか、うん、これは言うと、ちょっとまあ、どうなんだろう、いいのかな、まあ、いや、もう誰も見てないから、いや、誰も見てないから。マジで誰も見てないんだよ。名古屋でね、はい、まあ、ファンレターをこうもらったんですよ。はいはいはい、東京に行けないけど、うん、名古屋でいつもなんか番組とかあるとき見てますもん、うん、ああ、いい、嬉しい。くれて、うん、名前良ければお返事をみたいな感じだったから、うん、それをなんか初めてね、その、お返事っていうのをこう変わる。ああなるほどね。これが難しくて。確かに。そんな、だ東京だとない、その、うんうん、まあ、正直お返し、そんなに、うん、まあ、しない、ね。会えるし、うん、でも名古屋でその子は受験生だったりするから、はい、もう、本当に多分会えないみたいな感じで書こうと思ったけど、なんか、いや、なんか、書きすぎてもなんか気持ち悪いな、みたいな。いや、分量難しいですよ、確かに。そう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 、うんうん。むずいと思って、1枚、いや、1枚書ききり、いや、1枚、2枚書いてくれて1枚で返すのも違うから、うん、1枚とちょっとまあ、腹八分目ぐらいの、はい、ちょっと書いてみたいな。うんうん、でもこれ封筒もなんかいや、わかるわかる、どうせチョイス難しいですよね。そうそうそう、なんかあんま可愛らしいのやっても特別感出ちゃうし、そう、その1日そのずっと女子高生におられる、いや、そうなんですよ、気持ち悪い、それがもう違う違う、図書館です、友人風呂だけるし、友人風呂だけで、家で書くのも実家だから気持ち悪いっていう、そうですね、いや、だからお母さんにファンレター返してるとこを書かれるのみんな何してんのとか言われたらね、ないからしね、そうだな、一応じゃあどう外でみたいな、うん、そう書いて、だから結局でも普通のあの、なんだろう、定型郵便のあの仕様まあまあ、でも無駄なんですよ、履歴書とか送るよ、いや、それでもいいな、だからなんかやらはったら、それ星野さんだから、どういうこと、その手紙を全部その今置き手書きで返すよっていう、確かにいない、うん、手書き返し芸人、そう、でもその星野さんに、送れないじゃないですか、住所は別に明かしてないから、ね、だから事務所に送るか、もしくはライブに来て渡さないとダメでしょ、はいはいはい、ライブの客が増えるわけですよ、ああ、うん、そうか、うん、そしたら嬉しいか、本当に、で向こうの住所はいただいて、こっちは、うん、やべ、向こうの住所いただいて、いやそれはだって次またライブいつ来てくれるかわからへんからっていう、ね、大丈夫かな、まあ、ね、よければね、いやでもそれなんか一回喋ったことあってこいつと、うん、そのいただくでしょ、うん、あの全部取っといてます、あ、物、はい、いや、俺はね、取っといてる。これは自信持って言える。マジで。いっぱいあるでしょ。まあ、食べ物。これが一番、ややこしくないですよね。うん、正直。まあ、食べ物やから。食べりゃ終わる。うん。あれもあるでしょ。タオルとか。うん。ああ、いや、ハンカチとか。あ、でも、まだまだたまにあるから。ぬいぐるみとか、ああいうものが残るようなもの。で、まあ、手紙とか、写真とか。うん。あ、来ますよね。うん。これ全部取ってます。うん、食べ物を、なんだろう、基本は、全部取ってるし、はい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 、全部食べたり飲んだりして、はいはい、から、あるよ、ちゃんと、はい、保管。ってことは。そのバレンタインどうしたんですか、バレンタインだって。え、どういうこと？チョコ結構来るでしょ。うん、うん、うん。いや、食べたんだ。チョコ全部？うん、絶対嘘。いや、じゃあ、絶対。そんなわけない。あのチョコは無理っすよ。いや、僕らより絶対多いもんだって。ない、本当にない。僕ら、本当に。え、嘘やん。ないし、うん、小食だってもう知ってるし。あ、量はね。そんなに量はもう。じゃあ、それ食べきれなかったんだ。チョコなんかだって1日食べて1個でしょ、うん、あ、ほんとに？うん。あ、結構、ああ、そう、チョコなんか。マジでもう俺確定申告の時チョコ食べまくってたもん。あ、そうだよ。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 ちょうどよかった。バレンタインがその時期でね。そう、ほんとに。だから何を残します？あなた。そのもらった。あら。俺？基本的には俺は残さない。違う。いっぱい戻ってるやん。いっぱい戻ってるやん。うん。だから使えるもんは残すし。
おー、いや、だから食べ物とかもありがたいよな。食べ物は化粧水とか、あ、まあ、そんなんもあるわな。あれはぬいぐるみ的な、ハンカチ的なものだとか。そう。書の文言った手紙、手紙、バレたもん、バレた。え、読んだら捨てるよ。そうなんや。読んだもん。いや、マジで。ええ、お前、人間ラインな記録じゃないのよ。いや、だって、残しとく意味はなくない？いや、まあ、いや、だから俺もファンレターはちょっと残してます。お手紙、書いてくれたものに関しては全部残してます。それは残すんじゃない？あれ、ぬいぐるみなんですよね、問題が。ぬいぐるみ的なもの、結構、なんやった、大きいやつを。あ、俺、あれやるわ。例えば、ラスターっていう劇場でもらったとするじゃないですか。お前だな、もう。ラスターに置いてくる。技をたまに使います。やば、言うのがすごいっすよ。言うのがほんとすごい。今日朝くらいを伝えた見てるのに今日でもファンゼロ違う、これだからこれを見てる人には、伝えたいのは、そのね、やっぱ難しいということなんですよ、要は。その若手芸人売れてないから部屋のスペースも限られてるでしょ。まあまあまあ、やっぱね、もう大変なことになってくるんだよ、その、物がね、熊で熊やらなんやらでもいろんな色のね、スペースがね、そういうのいっぱいもらうんだ。あ、そうか、そういうのはあんまりないから。そう、一番多いのなんすか、差し入れで。でもやっぱお菓子系じゃないから、ほんと普通に。いや、まあお菓子食べ物はね、まあですけど。それもでも結構ね、言っといたら。あ、そうです。ほんとそうですよ。ああ。なんかこいつがなんかチンするご飯がいいとか言って。ああ。これ大事言うから、僕のとこにもチンをするご飯。別にあんま家でご飯食べへんから、もう戸田さんのとこに、そのカレーよりご飯が大まかですよ。はい、もう昔だってね、今。そうそうそう。っていうのありますか。一番嬉しいのなんすか。なんだろう。でもね、俺、プロテイン。プロテイン、今、ほんと太ろうとしてて。はい。でも、ほんと太んないから、脂肪つけたりとか、タンパク質系のものは、とにかく欲しいです。あ、確かに。すっごいもんね。めちゃめちゃ薄いもん。うわ、中川さんみたい。すごい。プラスペイン。あと、親父でしか見たことない。親父のパンツでしょ。さあ、ということでね、ちょっと CM 中、反省しました。はい。その、やっぱ、ファンからいただいたものを、それ処分してるって言っちゃダメですね。やっぱり、はっきりとね。反省してます。いや、ちゃんと使えるもんは使ってるから。必要だから。違う違う違う、プーさんも使ってくださいだから。どこでちっちゃプーさんも。何にどこで何に安心するでしょ。そうそうそう。ベッド、それでもう、こう、バーっとしてくださいよ、それは。わかりました。これからね。ということでね、なんかでも YouTube もやられてたりとかいろいろあるじゃないですか。そうなんですよ。なんかお忙しいですよね。いやいやいや、全然。なんかあるんすか、目標みたいな。目標？でも今年やっぱネタを頑張りたい年です、僕たちは。すごいな。はい、頑張りすぎですよ、ネタを。本当に大事なんです、今年。いや、すっごい。だって一緒のライブとかになったらさ、そのまあコント師っていうのもあるし、1日2本ライブもお忙しいからさ、そのスーツケースで着てたりするでしょ。あ、そうだね。そのコントの衣装がみたいなことで。そうね。もうほん考えられない、その。そう、だから前、岡田さんくらいがなんか荷物すごい嫌だからコント師になるのやめたんですみたいな、普通に。いや、それはちょっと。それはでもほんまにそう。いやいや、なんか一回だけなんか外のライブでコントやるってなって、うん、そのコントの時もなんか、もうめんどくさいんですよ、その、いろいろ物がどうとか。うん、だから、もう私服でできるネタでお願いしますって言って、もうその来たままの状態でやらせてくださいって。そうで、一回その私服で来たままのやつでやったら、衣装がいらないわけじゃないですか。あれ、これもしかしたらコントの方が楽なんじゃないかって説も出ましたね。このままで出れるからコントの方がいいんじゃないって。ずっとコントの世界になっちゃう。出待ちしてた。エンディングもオープニングもコントの世界になっちゃう。そんなガチガチにはしてないから。そのつもりでやってるんですね。そうだ。そうか、ネタ頑張りだ。まだそれこそ賞レースとか。賞レースとかね。とってもすごいね、ジーパンさんは。NHK ね。いくらでしたっけ、あれ。いくらって賞金。ああ、賞金はないですよ。あ、そうか、NHK やからないのか。そうか、そうそう。ギャラいくらやったんですか。ギャラはまあまあ、なんだろうな、1日会計士として働いた時と同じ。ピンとこへんわよ、わからん。全然ピンとこへん。ずるいな。ずるいな、いくら稼いでるか。なんか、直近の告知かなんかありますね。
でもちょっとねまだ告知できないんですけど、はい、告知っていうのがあって、はい、ぜひツイッターとか見てください。はい、そうですね、ちょっとまた今度はちょっと一平さんとね、あ、そうですね、ガンダとして来ていただければなと思いますんで、あとプロテインをねあげてください。よろしくお願いします。はい、はい